まずご飯を食べるかな。萌ちゃん始まりました。今日はチャンゲエアポートに来ています。今から週末だけ日本の方に帰国しようということでこちらにやってまいりました。あの皆さんもお気づきだと思いますがかなり人がたくさんね、あの閑散としていた時期に比べたらたくさん人が来ているなっていう感じがします。映りたい、映りたい。顔はめ、じゃパパが持ち上げたのかな。イエイ、はい、オッケー。ん、見せられないよ、ムービーだから。お、はい、お、いいですね。 TWG 行こう。 TWG、 あの車乗れません。ほら、パパが前好きだったこれ、ナポレオン。ナポレオン。ナポレオン。ね。でね、こっちはね茶葉で、こっちの方が。かっこいいね全部。こっちのが、うん、箱で、あのほらティーバッグになってるから楽。これ美味しかったんだよね。これシルバームーンとブラックティーとホワイトスカイっていう。三種のやつ。じゃこれ見つかう。私も飲めるやつ？うん、飲めるよ。本当に？うん。飲みたい。パパはお土産は？パパ大丈夫？これちょっと買ってくる。Yeah, can I have this tree? Sure. Anything else I can get you? Anything else you like? どうしよう。ナポレオン買う？OK. This tree, yeah.今回は登場までの間、こちらのプレミアラウンジを利用します。食べよう、あそこで。え、あそこ？うん。今日はラクサとチキンライスにしました。ラクサとチキンライスとビア。美味しいですか？熱い。そば、わんこそばしてます。そば2杯目です。めっちゃ食べてます。いただきます。ラクサで食べたことある？ん？ラクサ食べたことある？ない。ちょっと辛いかな。ピリ辛、ココナッツの カレーのスープに白い透明な麺が入ってて透明なのね。うん、美味しい。このやつ？ん？うん。これがなんかお揚げ、揚げ？油揚げ。うん。ちなみにちょっとそば一杯食べてみようかな。ハモリ。そば大人気。まだ食べれる。まだ食べれるって。マグロチーズがした？三杯目？お邪魔してる。お邪魔している。
先ほどのラウンジでメイクを落とした私とパジャマに着替えた子供たち、寝る準備は万端です。これから約6時間から7時間ほどのフライトになります。今回は ANA のプレミアムエコノミーで行くことにした私たち。普通のエコノミーのシートよりも若干席が広めで、リクライニングの角度も結構倒れる感じがしました。他にも付属品がついていたりしましたね。飛行時間的には約6時間で、寝ていくには若干寝足りないかなという感じもいたしました。子供たちは、ずっとだいたい寝てくれてたんですけど、シンガポールから日本に移動するのは夜便がいいのか昼間の便がいいのかちょっと悩んでいるところです。それぐらい日本とシンガポールって近いんだなというふうに感じますけれどもね。こちらが付属品のスリッパです。これの他にアイマスクとか歯ブラシとかもプレミアムエコノミーにはついていました。こういうのがあるだけで機内生活がかなり快適ですよね。私は今ハマっているネットフリックスのセリングサンセットというドラマをたくさん iPad にダウンロードしていたので、機内ではほぼそれを見て過ごしていました。飛行機が離陸しました。日本に向けて出発です。週末弾丸旅、一体どうなるんでしょうか。4日間ほど、さようならシンガポールとチョビ。日本時間6時半、シンガポール時間は5時半の時間です。空が明るいですね。今、雲の中を下降しているという状況です。さあ、だんだんと日本の大地が見えてきました。帰ってきたなあという感じがしますね。ただいま、ジャパン。はい、ただいまですね。私が寝たのは2時間ぐらいかな。このあとね、いろいろ検査があることを考えるとなかなか寝つけなかったですね。今映っているのは日本の海、太平洋ですかね。若干こう窓の外が曇っているのを見ると雨が降っている様子ですね。一体気温は何度ぐらいなんでしょうか。一応半袖の上に長袖をまとっている状況です。はい、機体は着陸いたしました。羽田空港に到着です。この瞬間はやっぱりなんだか嬉しい、ね、何度経験しても嬉しいなと思います。さあ、飛行機から降りて抗原検査の会場へと向かいます。6月1日からはシンガポールは抗原検査がなくなったということです。前回と同様にレモンと梅干しの写真を見ながら唾液検査をしました。そして結果が出るまで1時間ほどかかりました。ここで東京で仕事のある夫と別れました。私と子供たちは、新幹線へ向かうためタクシーへと乗り込みます。はやぶさの緑色を見るとなんだかほっとする東北人あるあるでしょうか。これから私たちは私の実家のある岩手県へと向かいます。子供たちは約半年ぶりのバーバのお家です。次回の萌ちゃんは岩手の実家からお届け、日本での購入品開封動画の巻だよ。お楽しみにね。頑張るママとママを応援する人のためのママズオンラインサロン、声のブログ、ボイシー移住ラジオ、詳細は概要欄からどうぞ。